ミハイル・ミハイロビチ・カシヤノフは、ロシア連邦の政治家。ウラジーミル・プーチン政権で、第6代ロシア連邦首相を務めた。1957年12月8日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のモスクワ州ソン・セボに誕生する。1983年に、モスクワ自動車道路大学を卒業し、ゴスプランにて義師として勤務する。 1990年にロシア国家経済委員会対外経済部長に就任。1991年にロシア国家経済委員会が経済省に改組されると対外経済局副局長となり、その後局長に昇進した。1993年から対外債務局局長を務める。1995年には大倉次官に就任した。時間時代は、 ロシア通貨危機で欧米諸国との債務交渉においてロシア側の代表を務めた。1999年8月に財務大臣に就任。ウラジーミル・プーチンが大統領代行就任後の2000年1月より第1副首相を兼務する。2000年5月にウラジーミル・プーチンが正式に第2代ロシア連邦大統領に就任すると同年5月より 第6代ロシア連邦首相を務めた。カシアノフは、元の急進改革派であるリベラル派の一定の支持を得ていたほか、ソ連時代にコスプラ議長を務め、エフゲニー・プリマコフ内閣で第一副首相だったユーリマスリュコフからも後押しされていた。官僚出身ということもあり、その政治姿勢は慎重で自らの政治姿勢を明確にすることは避けていたが、一方で、 新興財閥であるオリガルヒとの密接な関係が指摘され、必ずしも政治的基盤は安定していなかった。また、プーチンの対抗馬として、大統領候補として、カシヤノフの名が上がるなどしたことから、次第にプーチン及び、プーチン政権内の白引きから白い目で見られるようになり、2004年ロシア連邦大統領選挙直前の2004年2月に、首相を解任された。 首相解任後にカシアノフは、プーチン批判を積極的に行っている。野党である、人民民主連合を立ち上げたほか、反プーチン勢力の連合である、もう一つのロシアにも参加し、反プーチン運動を展開している。2005年にカシアノフは、国有資産だった別荘が過去に競売へ出された際、その別荘がカシアノフによって、不当な安値で払い下げられたとして、 会議員に告発される。そして告発を受けた検察によってこの疑惑が捜査されることになった。その後2007年にモスクワの裁判所はカシアノフに対して別荘の返還を求めた。2007年12月8日に翌年の2008年ロシア連邦大統領選挙に立候補を表明した。これに伴い右派勢力同盟のボリス・ネムツオフは大統領選立候補を辞退し、 リベラル派、野党勢力で候補を一本化することに言及した。しかし、2008年1月27日に、ロシア中央選挙管理委員会は、候補者登録に必要な200万人の署名の偽造、無効が規定の5%以内を上回る13.36%で、あるとして、カシアノフの登録を拒否した。カシアノフは、この決定を、プーチンの指示によるものとして非難している。 ありがとうございます。